And get your hand off my hip. And kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that kiss?よく来たな、同志社君。教官の東北夏さんだ。どうも、大ベネルクス社代名詞のアルベール一世です。ちょっと待て、なんでお前が相方みたいに挨拶してるんだ。うちの戦闘主任はどこ行った？あの吉田とかいう頭身のおかしな男なら、そこでありますにホースで水を流し込んでるぞ。何やってんなお前。一体なんすか、今忙しいんですけど。なんで小学生特有の残酷で陰湿な遊びやってるんだ。今はそんなことやってる場合じゃないだろ。アリの巣を水攻めする以上に大切なことってなんすか。お前らベルギーを救ってくれるんじゃなかったのか。でね、そうだった。気を取り直して、前回の続きだ。前回はドイツに対抗するために、ベネルクス三国を統一したんですよね。それで、ベネルクスを統一した後はどうするんだ。お祝いにジョジョ園にでも繰り出しますか。そんなことやってる場合か。今から2年後にはドイツが攻めてくるんだぞ。できる限りのことはやっておかないと。確かにその通りだ。我々に浮かれている暇などない。すみません、僕としたことが少々気が抜けていたようです。それにしてもさすがは教官、いついかなる時も油断してませんね。ああ、その若さで大したものだ。ふん、当然だ。多分夏休みの宿題は序盤で終わらせてしまうタイプですね。うるさいわ。それよりどうするのだこれから。やはり軍事力の強化は必須だろう。ふむ、そうだな。いっそのこと学武装でもしますか。時代を考えろ若者。やだな教官、学武装するっていうのは出雲弁で全身に生肉を貼り付けるって意味ですよ。気持ち悪。その行為に一体何の意味があるんだ。考えてもみろ、国民全員が全身に生肉を貼っている国なんて攻めようと思うか。確かに、私が敵の立場だったらそんな気持ち悪い国を攻めるなんて死んでも嫌だな。そうだろ、うまくいけば一滴の血も流さずに防衛することができるぞ。なるほど、一向の余地はあるな。ねえよ、そんなことしたらドイツに引き殺される前に、お前が国民に引き殺されるぞ。それは困る。ノーベル平和賞もののいいアイディアだと思ったんですけどね。くだらないこと言ってないでさっさと始めるぞ。了解しました。とりあえず両親がナメック星人、お前邪魔だからどいてくれるか。私の両親はちゃんとした地球人だ。それでは軍事力を強化していくか。軍事力の強化といっても、具体的にはどうするんですか。普通のホイホーならとりあえず空軍強化しておけばなんとでもなりますけど。1912年に作れる飛行機は偵察機と飛行船くらいで、第一次世界大戦モッドでは1915年にならなければまともな飛行機を作ることはできない。ドイツが攻めてくるのは1914年ですから、それでは間に合いませんね。というわけで空軍は後回しで陸軍を強化していくぞ。第一次世界大戦の主役は歩兵ですからね。まずは編成改正で歩兵大隊の数を追加して、さらに支援砲兵も追加する。国家方針も陸軍が強化できるものを進めていき、研究も枠を一つ使った陸軍ドクトリンを進めていく。なんか1915年にならないとできないことが多いですよね。戦争を肯定するわけではないが、戦争が起こったから技術も一気に進歩したんだろうな。あ、教官、明治天皇が崩御されました。日本史上初めて洋装をした天皇ということで有名な明治天皇だが、実は電気嫌いということでも有名で、部屋の明かりにはベルギー製のろうそくを愛用していたと言われているんだ。え、この時代でも意外なところで日本とベルギーってつながってたんですね。皇室とベルギー王室っていうのは結構仲が良かったらしいからな。史実の第一次世界大戦ではドイツの侵攻を受けたベルギーに日本は義援金を送ったり、1915年のアルベール一世の誕生日には日本刀を献上したそうだ。現代でもベルギーは東日本大震災の時、皇太子と皇太子妃の両殿下がお見舞いに来てくれたりして、結構親日国なイメージですよね。ぜひこれからもいい関係を続けていきたいですね。その言葉には同意だが、そのいい関係を続けていきたいっていう国の国王に暴言吐きまくってるぞお前。あれは島根県民特有の愛情表現ですよ。島根県民は相手に好意を持っていればいるほど暴言を言いたくなってしまうツンデレ気質なんです。なんて面倒くさい県民性なんだ。お前たちちょっといいか。なんだよ、入りはマエストロ、会議中は入ってくるなって言っておいただろ。いや、そろそろお昼の時間だからワッフルでもどうかと思ってな。おい、ちょっと待て、このワッフル上にアイスとチョコレートがかかってないじゃないか。島根県民はアイスとチョコレートがかかったワッフルしか食べないって言っただろ。すまない、そうだった。ほんと使えねえな、そんなんだからドイツに舐められるんだよ。すぐに作り直してくる。手作り。それで何の話をしていたんでしたっけ教官。本当に愛情表現なのか、あれいいように使ってるようにしか見えないんだが。やだな、そんなわけないじゃないですか。それより対ドイツに向けての準備を進めましょうよ。お待たせしました、アイスとチョコレートのかかったワッフルです。ああ、後で食べるからそこに置いといてくれ。失礼しました。もう今後のベルギーと日本の関係がどうなっても知らんからな私は。大丈夫ですって、心配性だな教官は。もういい、気を取り直して続きを進めるぞ。ドイツ軍を迎え撃つためにドイツとの国境に塹壕を掘りまくる。第一次世界大戦といえばやっぱり塹壕戦ですよね。本当はマジの戦みたいに要塞を立てまくってやろうと思っていたんだが、研究が進んでなくて作ることができないからこれで我慢だ。それからドイツとの国境に前線を敷いて。え、もうですか。こっちは準備万端で待ち受けているぞと、ドイツに圧力をかけるためだ。それってこのゲームで意味あるんですか。ぶっちゃけた話、もう特にやることがなくて単なる暇つぶしだ。最後にある程度歩兵師団の数が揃ってきたところで砲兵師団を増やしていく。第一次世界大戦での犠牲者の約7割は砲撃によって死亡したと言われていますよね。そうだ、つまりこの時代の
の戦場では砲兵こそ神だったということだ。さて、これで本当にやることがなくなってしまったな。あとは1914年まで時間を進めていくだけですね。せっかくなんで待っている間カバディでもしますか。やらんわ。準備ができたらしいな。ああ、とりあえずできる限りのことはしたつもりだ。任せておけ。これで今年のワッショイふんどし祭りも大成功間違いなしだ。何の準備をしてたんだお前たち。戦いの準備をしてたんじゃないのか。何言ってんだ、祭りは戦いだぜ。お前はもう黙ってろ。安心しろ、ドイツと戦うための準備はついさっき完了した。ワッショイふんどし祭りの準備もな。それを聞いて安心した。さっきは思わず全軍をドイツではなくお前たちにけしかけるところだったぞ。まったく、うっかり屋さんだな。黙ってろと言っただろ。そうか、いよいよ始まるのだな。現在は合間に特に面白いこともなかったので、時間をすっ飛ばして1914年の5月です。史実では、まずは1914年6月28日に、オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子がサラエボで暗殺され、そしてその1ヶ月後の7月28日に、オーストリア・ハンガリー帝国がセルビアに宣戦布告し、第一次世界大戦が勃発すると、8月4日に、ドイツはベルギーに侵攻を開始する。覚悟はいいな。そんなものはとっくにできている。ドイツよ、来るなら来い。よし、では時間を進めるぞ。さあ、1914年6月28日に、なりました。おや、あれ、おい、何にも起きないじゃないか。なぜだ、なぜサラエボ事件が起きない。教官、サラエボ事件どころか7月28日を過ぎても第一次世界大戦が起きていません。これはもしかしてバタフライエフェクトってやつか。我々が介入しちゃったから歴史が変わってしまったってことですか。ということはもう第一次世界大戦とやらは起きないってことか。いや、一応しばらく様子を見よう。わ、教官、1915年4月にオーストリア・ハンガリー帝国がセルビアに宣戦布告しました。史実から約1年遅れか。それでこの後どうなる。教官、ロシアがオーストリア・ハンガリー帝国に宣戦布告しました。そしてその後すぐフランスがドイツに宣戦布告。1年遅れで第一次世界大戦が勃発したな。よかったですね、ちゃんと第一次世界大戦が起きて。いや、よくはないだろ。結局我が国はどうなってしまうんだこれ。ここまで歴史が変わっているとなると、もしかしたらベルギーの道扱いされる運命も変わっているんじゃないか。そうか、我が国の威信は守られたのだな。よかったな、エリデカおじさん。とか言ってたら、フランスがベルギーに軍事通行権を要求してきました。マジか。おい、どういうことだ。ドイツが道扱いしてくるんじゃなかったのか。歴史が変わって、ドイツの代わりにフランスが道扱いしてきたってことか。肝心の部分の歴史が変わってないですけどね。いやははははははは。笑うな、己フランスめ。ベルギーは道じゃない、国だ。ああ、結局この名台詞は誕生してしまうんですね。そんな要求は拒否だ拒否。まあしかしだ、ドイツと違って要求を拒否してもフランスが侵攻してくることはないだろう。確かに、そこが唯一の救いといえば救いですね。うわー、一体何事だ。教官、南アフリカ、ドイツ、ポルトガルが一斉にベルギーに軍事通行権の要求をしてきました。結局ドイツからも道扱いされるんじゃないか。にゃははははは。笑うな、どうなっている。話が違うではないか。あ、イギリスも要求してきた。ふざけんな。ドイツ以外の国までもが軍事通行権を要求してくるなんて聞いてないぞ。まさかこんなことになるとは思わなかったな。もはや道扱いというより邪魔者扱いですね。たとえ邪魔者扱いされようが、何人たりとも我が国に踏み入ることは許さない。ベルギーは邪魔者じゃない、国だ。さあ、お前たちも一緒に。え、ベルギーは邪魔者じゃない、国だ。国だ。あ、やばいです教官。今度は一体なんだ。全ての要求を拒否していたら、いつの間にか国境をフランス軍とドイツ軍に挟まれちゃってます。なんでだ。なんでそんなことになっているんだ。え、これまさかフランスが攻めてくる可能性もあるのか。念のため、フランス側にも前線を引いておきましょう。一体どうすんだこの状況。教官、ちょっと見てくださいよこれ。なんだこれ、ドイツとフランスの国境に兵士が全然いないじゃないか。ベルギーがまるで沢北と深津にプレスをかけられている宮城みたいになってますね。もう訳がわからない。フランスとドイツの国境は狭いですから、守り側は有利ですけど、攻めないといつまで経っても戦いは終わらないですからね。だから相手を攻めるにはまずベルギーをどうにかしないといけないんですが、ベルギーがそこそこ強いせいで他に手を出せないんですよ。ベルギーを強くするとこんな状況になってしまうのか。この戦争の行方は完全にベルギーがどちらの陣営につくかで決まりますね。どうするんだ、このまま中立を維持し続けるのか。このまま戦争が長引けばそれだけ犠牲者の数も増えてしまう。我が大ベネルクスは連合国側に立ち、中央同盟軍との戦争に参戦する。いいのか。後世の人々にベルギーのせいで余計な犠牲者が増えたなどと言われたくないからな。それではフランスからのお誘いを受け、ドイツに宣戦布告しましょう。貴公の首は柱に吊るされるのがお似合いだ。パパパパパパパドドン。史実とはだいぶ異なりますが、結局ドイツと戦争することになりましたね。なんかこっちの陣営めっちゃ強くないか。ほんとだ、ドイツ軍を圧倒してますよ。突き進むのだ、誇り高き大ベネルクス軍よ。この戦いに勝利すれば幼女が眼帯引きに起きてくれるぞ。何勝手な
なこと言ってんだこらー。まあまあいいじゃないですか。水着になるだけで戦争を終結させることができるかもしれないんでしょう。そんなしょうもないことで終結してしまうような戦争なんて最初からするな。だいたい眼帯ビキニってなんだ。僕もよくわかりませんけど、多分名前からして眼帯を水着みたいにつけてるんじゃないですか。ふざけんな。あ、教官、戦争が終結しました。はいや。1920年の2月からドイツと戦争になって5月に終戦ですから、約3ヶ月でドイツを瞬殺ですよ。それでは早速。着るわけないだろ、バカ者。まあでも面白い検証になりましたね。それはまあそうだな。ベルギーを通れないくらい強くすると、いつまでも戦争が終わらないという結果になったな。あと結局日扱いされるっていうのもわかりましたね。それでは今回の検証は終了だな。元いた時代に帰るのか。私たちの役目は終わった。なんやかんやいろいろあったが、お前たちには世話になった。別れるのが少し寂しいくらいだ。安心しろよ、ゴールデンウィークにまた来るからさ。二度と来るな。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。さらばだ。